じゃあ最初に大日ヶ岳行って、次に釈迦岳、戻ってきて釈迦岳に行きましょうの方が。これなんで楽そうやね、なんかこれ絵だけ見たら。まあ、でも120分って書いてあるよ。スーパーローだよ、うん。まあ、学歴は前行ったし、うん、まあ、2時間ぐらいか全部、うん、そうやね。よし、ではまず大日ヶ岳に行きましょう。行こう、よし行くぞ。多分これが2022年新年一発目のアップになると思うんで。あー、本当だね、うん、アップとしては。明けましておめでとうございます。もうちょい、もうちょい行ったら分岐が、登山口から10分ぐらいかな。うん、あ、そこが分岐、ここ分岐か。よし、じゃあまず大日の方に行きましょう。0.9 キロ。結構面白い道や。調べよったら奈良県にもね、釈迦ヶ岳、大日ヶ岳っていうのがあったよ。一緒、セットで。大日ヶ岳はね、検索で確かに出てきた。うん、イグアナの背中みたいな。わかりやすい。わかりやすい。ありがとうございます。頼りな。めっちゃ頼りない。大丈夫そう。おお、怖いね。これ上、これイグアナの上行った方がいいんじゃない。あえて、あえてそこな。背中行った方がいいやろ。よいしょ、よいしょ。これはもうイグアナの稜線と言ってもいいよね。だいぶ下がってきたけど、登山口ぐらいまで下がってない。これ登った以上に下ってきました。これはさすがに標高は低いけど50分かかるな。どういうこと、下ってくるみたいな。下って登る、下って登るよ。え、これヤマップ的には合っとる。確かに不安になった。ちょっとヤマップ使えるのレイヤーしかおらんけん。いや、もしかしたら分岐があったりするかもしれんやん。やっちまった。あまりに下りすぎ、下りすぎたやろ。めっちゃ下ったやろ。道が違う。え、違う。違う。違うよね。今どこ？ほら、あ、これ90度に。あ、本当や。まあ、でも、どっかであったんや。このタイミングで気づいてよかったね。うん。これ下山やったね。下山やね。ていうことは正規のルートではない。車の方に戻っていきよる。よね。やっぱ登山口の勢い。よし、戻ろう。やっちまった。うん。あるやん。多分分岐っぽいとこに戻ってきた。そっちやな。上やん。上か。上やな。一回休憩しましょう。30分休憩。長っ。あー、もう駐車場の方に拠点。すぐ帰りたい。うん。ではこれから急登になっていきます。ふう、きつい。よいしょ。これはもしかしたら奈良よりきついかもしれん。とこれ、この土が滑りやすい。あれ、みんな意外と転んでない、もしかして。これも3回ぐらい転んだけど。まあこれは分かりやすいな、角度は。登山時間は短いけど、そこそこ体力に自信がないときついかもしれん。滑るやろうね、この角度。一回滑ったらそのまま登山口。ギューッと。いや、すごいよこれ。壁やん。何があるんですか？ハート岩。ハート岩？え？あ、本当だ。あ、もう本当にハートやん、これ。あの、長崎のメガネ橋のとこみたい。今日インスタ映えスポットになりそうな。ハートの石を見つけました。多分何年か後には大日ヶ岳のハート石っていうことでインスタ映えとかするんでしょう。多分並んでますね。峰入り道、放乳道、その名前も登山です。めちゃくちゃ急道で、どの大日ヶ岳よりもきついと思います、福岡の大日ヶ岳。
これから稜線を伝って山頂に行くようです。あ、多分あっちに見えとるのが山頂か。意外とまだあるやん。実はここ山頂なんだよ。ここが？いや、山頂はね、もっとあるはずよ。山頂らしく、山頂らしくあるよ、山頂は。あ、全然まだ。まだ。ヤマップ的には1時間、あ、違うか。1時間15分コースよね。ああ、まだまだヤマップ的には。難しそうやな、そこ。舐めとったな。やっぱ奈良よりこっちの方がきついわ。長野、長野もあったっけ。2か所あるんやろ、他に。うん、これ大日の中で一番きついぞ。登ってないじゃん。日本一の大日や。もうちょっとだ。大日ヶ岳山頂。どんくらいやろ。90で今どんくらい？90、500ぐらいじゃない。まあまだ世間から発見されてないだけで。そういうことか。そうそうそう、早く見つけてほしいな。時間の問題やな。ああ。火がつけばもう早い。おお、きついぞこれは。普段なんだ。まあこれ登れば山頂やろさすがに。うん、あったあった。あった？ない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 。ない？え、どっちどっち？おお、あれまた案内板？どっち？海東の案内板。じゃあ、あー、それは見えてないわ。あ、これだけ？あ、でも温度計があるよ。あ、でもっていう情報じゃないから。欲しいとは思ってないし。期待してないよ。うん、あー、まあまあこっちはちょっと景色は見えるかな。あー、ちょっとやね。ほんとちょっと、うん、これは人気ないな。ん？大間山主要地八大とか唐戸神社。唐戸神社13。かまど神社。かまど神社。もう修行しとったっていう話ですか。さあ、大日はほとんど何もなかったので休憩だけしてすぐに釈迦に向かいたいと思います。燃えた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 、うん、福岡の大日ヶ岳は全国の大日ヶ岳の中で一番険しい山だったと思います。それでは後半もよろしくお願いします。